まずは握り方ですが、これを修正しただけで5メートル伸びました。私は以前このように人差し指をリムに沿わせていました。こんな感じに人差し指もリムの内側に入れることで手首のスナップを効かせて回転をかけやすくなります。ロコとディスク遊びを始めた頃は小さめのディスクを使っていました。小さい方のディスクだとリムの内側が浅いので、人差し指をリムの外側に沿わせる、この握り方がしっくりきて、いつの間にかこれが正解だと思い込んでいました。次に投げ方です。これも修正しただけで5メートル以上伸びました。まず最初に試したのがステップを踏んでからのスローです。これは5メートル以上距離が伸びるのですが、助走するスペースと時間が必要になってくるので初心者には難しいかと思います。さらに後ろを向いてからのスロー、これも距離は伸びるのですが、犬の動きが見れないのでディスクドッグには向いていないと思います。次に YouTube で見つけたこの回転しながら投げるという、遠投競技向きのスローですね。これはすごく難しいので、ディスクドック向きじゃないですね。次に、これは大会でやっている人がいたので真似してみたのですが、すごくいいです。一旦腕を前に出して、その反動で腕を後ろに引いて投げる。こうすることですごく腕の振りが大きくなって飛距離が稼げます。次にこの投げ方も、大会でやっている人がいたので真似してみたのですが、このフォームをやったおかげで飛距離がぐんと伸びるようになりました。投げる前に後ろに引いたディスクを一回見る。こうすることで、腕の可動域が広がって今まで以上に腕が後ろに行って飛ぶ。これすごくいいです。これも大会でやってる人がいたので真似してみました。投げる前に一旦ストップモーションというかためを作るんですかね。これだと犬の動きも見れるので、これが一番自分に向いてるかなと思って今これで投げてます。ためを作る。向かい風でのスローで、ディスクをこのように立てて投げると
結構飛んでくれます。理屈はわからないですが、水平に戻りながらよく飛びます。ただしっかりと回転をかけないと、水平に戻らずに左の方に流れていってしまいます。いつもこんな感じです、ね、飛んでくるの待ってる、1,2,3,4,5,6,7,8,9 9種類投げます、まず最初はワーム放射性、JFA に出ると、販売されているディスクです。J モデルヒーロー製の柔らかいやつですね。ネットで安く販売されています。さっきのと同じ J モデルですけど、ハードってやつかな。DX イージーグリップ。次がこれ、DX スティックグリップ。ちょっと頑丈ですね。長持ちするやつ。で、これ結構重くて、これは値段が高いやつ。いくらだったっけかな。他のディスクの倍の値段します。DX、スティックグリップのサイズが小さいやつ。最後にこれ、安物、安いやつ。リンタローのレベルでは、ディスクの性能を活かせず、飛距離は変わらない。で、そうなってくると、この回転を上げるために、グリップがあった方がいいのか、グリップがない方がいいのか、軍手、ゴム手袋、人
較してみましたけど、どっちもダメでした。で、行き着いたのが、こちら。ゴルフ用のグローブ。これはゴルフ用グローブの左利き用ですね。右手につけるんで、左利き用です。で、これが一番、おすすめです。すごくいい。できちゃったらもう。